皆さん、はじめまして、きなこの飼い主です。今回は特別編ということで、ぜひ皆さんにご挨拶したいなと思いまして、ちょっと恥ずかしながらこういう形で iPhone にあるミー文字っていう機能がありまして、こう自分に似せた似顔絵のようなものをお面代わりにさせていただいてます。10月に入ったということで、もうね、散歩してると秋を身近に感じることがすごく増えてきたんですけれども、公園歩いてると足元にですね、どんぐりが、転がってるのを見かけることも増えてきました。さっきどんぐりくんって言い間違えちゃったんですが、私が初めて預かりボランティアをさせていただいたワンちゃんが、どんぐりくんっていうお名前でですね、どんぐりを見かけると、あ、どんぐりくん元気かなというふうに思い出しています。そのどんぐりくんのご家族からですね、最近のどんぐりくんの様子を送っていただきました。どうぞご覧ください。どんちゃんはいつ気づくでしょうか。どんちゃん、気づいた。どんちゃん、お父さん来てるよ。気づいた。どんぐりくんふわふわですごく可愛くなっていたかと思います。さて、どんぐりくんの後に、お預かりしたのがリマちゃんなんですが、リマちゃんもですね、すっかりふわふわでとっても賢く成長して日々楽しく暮らしているようです。リマちゃんがですね、最近もう本当にこの数日だと思うんですが、新しい技を開発されたということなので、ぜひその様子をご覧ください。今お座り、美人。あ、かわいいね。よいしょ、お座り、美人。これなんて言えばいいんだろう。顔。お座り、美人。美人。人参。あー、ピコリコリコ。いないいない。人参。あー、リコリコリコ、すごい。いないいないいない。今人参。あれ、人参。今人参。はい。あー、当たり当たり。これ難しすぎるだろう。何が、はい、人参人参、はい、人参人参。これすごいだぞ。リマちゃん、布団集めたの、これ。え、見て見て。リマちゃん、なんか以前より表情もまた変わって一段と可愛くなったような気がします。リマちゃんの後にお預かりしたのが、今のマルコくんの前にお預かりしている
していたワンちゃんになるんですが、レモン君ですね、イタリアグレーハウンドというサイトハウンドの犬種で、すごく元気だったのが今でも印象に残ってます。レモン君はですね、パピーだったということもあって、私がお預かりしている期間にも体が大きくなっていったんですが、もうですね、ほとんど私がお預かりしていた期間よりもご家族との時間の方がギリギリ長くなったぐらいだと思うんです。約3ヶ月経っているので、体もこうメキメキ大きくなってすごく成長しているらしいんですが、そのレモン君の最近の動画もいただきましたので、どうぞご覧ください。相変わらずすごく元気そうな様子が伝わってきて、私もとても嬉しいです。マルコくんは今こんな感じで寝ています。レモンくんの後に、お預かりしたのがマルコくんで、あ、きなこちゃん来ましたね。きなこちゃん、きなこちゃんもね、ご挨拶しに来ました。ありがとうございます。レモンくんの後にお預かりしたのが、マルコくんで、今預かっている子なんですけれども、こんな感じで私もまだまだ新米の預かりボランティアとして、させていただいているという感じです。私も一緒にやってるわん。私が結構一番頑張ってるわん。そうだね、キーちゃん。キーちゃんいつもありがとうございます。あ、今きなちゃん来ました。はい、きなこちゃん。今までのワンちゃんの成長を見ていただいたところで、ここからが本編でございます。別の、用事がメインではあったんですが、機会がありまして、どんぐりくん、リマちゃん、レモンくん、マルコくん、そしてきなこさん、全員が集合しましたという、様子をですね、これから、見ていただこうかと思います。ちょっとですね、ワンちゃんの声がうるさいシーンが続きますので、というかきなこさんの声なんですけれども、ボリュームの方、気をつけて見てください。では、全員集合の、様子です。どうぞご覧ください。じゃあみんなに会いに行きますか。レッツゴー。バッグ出したらきなこちゃん入りましたね。楽しみだね。みんなに会えるの。マル君も先輩たちに会えるよ。改まっただね。ちょっと待っててね、今コンタクト入れてますから。
はい、早くしてくださいっていう感じかな。もうちょっとあと15分後に出ます。きなこはね、一回入ったら出かけるまで出ないですよそして寄り添うまる子くん。そっか、まる子のバッグも出してあげようか。ちょっと待ってて。はい、まる君バッグ持ってきたよ。どうかな、入るかな。入れない。じゃあまる君自由に待ってて、もう少しで出ますから。はい、きなちゃん、小さかったな。そうですよね。もうでかくなっちゃいましたよ。毛の感じが筋肉リュウリュウで。すごいですよ。そうですよね。あ、いたいた。あれ、ミナちゃんだ。あ、本当だ。みんな興奮しないでね。静かにだよ。あ、本当でかいよね。あ、レモン君もいるし。ピーちゃん。最近だもんね。あ、かっこいい首輪してるじゃん。しっぽすごい。しっぽ見えない。早い。好きなレモンちゃんだ。大きくなったね、レモン。レちゃんが覚えてて、あいつは。一緒レモンか。マルコくん、何気にマルコくんすごい。きなこだけだよね、ビビリは、うん、でも全然平気でした。そっちにも、あ、本当ですか。カバンに入れといたんで。あ、よかったよかった。買ったの一番問題だ。あ、久しぶりにビビリだった。落ちました。大丈夫か。いつもこんな感じで、うん、レモン、レモン、レモンすごいね、レモンすごいね、うん、さすがレモン、うん。きなこさんもそんな感じ、いつも後ろにきなちゃん、紐引っかかって。きなこ先生、あれ、レモン君、お利口さんじゃない。ちゃんと空気読んでる。行っちゃいけないとこには俺行かないっすでも行くと、きなこ先生が下がる。きなこ先生、ひらこ、きなこの、はい、まるこさん、散々ストレスかかっちゃった。レモン君は何キロになったの。6キロぐらい。あと尻尾が中に入ってる時はそっとしといてあげて。怖いのね、リモタ。でですごいね、レモン。はい、レモン、ちょこちょこちょこね、ちょこいちょこい。もう胸からこうウエストまでの形がこういたぐれらしくて、だいぶ出来上がって、すごいね、かっこいいですね。ギュってこうなるんで。あー、グいいカーブ出たね。よい。でもすごいね。足の筋肉。リュウリュウ。いや、写真見てすごいなと思って。でもなんか 6キロ以上あるように見えます。マルコくんかも最近あ、どんぐりくんだ。こんにちは。かわいい、合ってますねこんにちは。きなちゃんダメ。きなちゃんは無理しないで、もう後ろにいなさい。きなちゃん覚えてるの。きなちゃんきなこだけ言ってみる。きなこちゃん覚えてるかな。レモン、レモン、こっち見て。あ、あの子してんな。レモンは一番元気。
すみません。キイちゃん何吠えたの？誰も何もしてないのに。キナちゃん、キナちゃん以外誰も吠えてない。キナ、ハウスする？むしろハウスしたい。むしろハウス。あ、どんぐりくん、あそこのちょうど可愛いですよね。よろしくお願いします。どんぐりくん、なんか変わりましたね、やっぱり。あの時と1年ぐらい前にしてそうですね。そうですよね。ちょっと向こう行こうっていうね。あ、めっちゃ不本前、声張りになった。暴れもんって呼ばれてるよ。暴れもんってこんな感じ。暴れもんって呼ばれてるよ。ちょっと背が伸びましたかね。伸びましたかなり、ね、もうちょっとなんか小さかったけれども、ね、ちょっと上に行きましょう。そんな変な念仏唱えないで。ひまちゃんかわいい。大丈夫だよね、リマタン仲良しだもんね。怖いね。パンチやで。さすがのマルカ君も。もうそうだね。力の差があるね。頑張りました。でもこれがいいんじゃないかな。マッチャ。
ひなこくんとひなこちゃんはいいと。どれもんでもいい。ずっと趣味でやってるんで。どんちゃんと並んでみる？どんちゃん。ちょっとね。あ、かわいいちゃん。ヨガ難しい。そっくりちゃん。ありがとう。ありがとうだわ。マル、え、マルコくんもある。あ、すごい、マルタン。マルタン、マルタン。あら、似てる。すごい似てるよ。いや、かわいい。すごい似てる。マルタンもある、マルタン。いいね、いいね。なんかね、本物これね。ミクちゃん、こっち。マルタン。あなたのマルタンほらすごい体の色もそっくり。マルタンほら見てマルタンほら僕どれ何のことだわ僕これこれだわ似てるわんか似てるわんよ、うん、すごいすごいすごいですすごいです、うん、大丈夫よ大丈夫よひーちゃん大丈夫よ怖がりだからいるからこれさ、あんまりさ、リアルにやると先生っぽくないよね。ベイビーだよね、ちょっと。うん、そうだね。ベイビーじゃあ先生なんでしょえ、いい子。この食われた顔。え、どうしたのあ、今はい。え、食われちゃった、レッタン。あれ、食われたよ。あれ、食われたぜ。かゆいね。食われたぜ。レッタン、レッタンすごいよ。目立たくなりそうだ。これ、噛まれたところ。レッタン、カニ。そう、カニ食われたところ。カニ刺さる。こっちの方が落ち着くんですけど、そうでしたか。こう持つとすごいもう暴れてこうなりたがるんです。なんでアレルギー体質。そう、あれ体質って言われましたね。ここをすごい噛んじゃうんですよ。で、そうするとだんだんなんか水ぶくれ、今全然ないんですけど、できちゃうから、かき始めたらやんないといけないです。ね、よかったね、気づいてもらえて。でもシャンプーの頻度は3週間に1回。でもね、要はね、人間の動きだと思う。でも人間が走ったらさ、犬も走ってきちゃうね。待て待て、みんなの日頃のしつけが。でもね、あの成犬ですからね、みんな。そっか。先生、ひなちゃん、こぼれ様も食べようとしてる。ひなこ。え？
でもどうですか、リマちゃんが待ってるからみんな早く来て、リマちゃんとドン君が待ってるからで、ね、前に来た方がいいんじゃない？大丈夫な？あのね、必要な距離を取ってたから、はい、待って、あとは、ね、人間が綺麗にさっと釣れるかですね、釣れないでしょ、釣れないね、おすすめはひーちゃんの人の取らないのよ、人のやつよ、それはどんちゃんの、待ってひーちゃん、ひーちゃん、お腹すいたひーちゃん、はい、頑張るよ、みんな、はい、頑張るよ、の、きな、の、話すよ、し、はい、いいよ、し、し、でも、し、待て、待て、ぶち切れてでも、でも、待て、待て、待て、でも、待て、待て、待て、いいですか、待て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 、いいかわぁ、すごい、なんか王子様、何の匂い嗅いでんの、はい、じゃあどんぐりくん、ここで入ってないけど、もううわーっと並べて、必死な飼い主さんが面白いから撮ったか急に正しくなったあえて、あえて放置してた、引っ掛ける意外とリモさんがいてもリマちゃんとドン君は合うね、あれ大丈夫よ、あれ大丈夫よ、レモンちゃん、グー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 、キラシレモン、グーシッ、あ、いいね、リマちゃん、レモン、シッ、足引っかかった、元気よ、こきーちゃん、でもレモン君遊びたいね、レモン君もうちょっと入って、レモン、リマちゃん、リマちゃん、マルコ、マル、リマちゃん、お尻よ、リマちゃん、リマちゃん、いい、リマちゃん、リマちゃん、でも、ちょっと待って。